そもそも4万3000人もね、我々の同胞をぶっ殺した人間が、なんで国葬に付されなきゃいけないんだというですね、まあ、オリンピックもね、そうですけれども、我々が反対してですね、オリンピックを不歓迎デモまでやって、で、それでも強行したんですよね。で、今になってオリンピックがですね、いろんな形でね、問題になってきて、逮捕者も出てきてるということで、角川のね、このクソバカタレが逮捕されましてね、極左角川が逮捕されて、万歳とですね、まあ、こっちはですね、こう、喜びのね、声をね、もう喜びの舞まで踊ってあげようかというですね、もうニコニコ動画も消滅しろということで、もう一人ね、こう、喜びの舞を踊っている桜井先生ですね。ざまあみろとしか言いようがないんですけれどもね、森首相だったっけ？森首相もなんか参考人としてね、話を聞いて、終わった後にね、終わった後に、結局東京オリンピック失敗だったじゃんとやっても、もう遅いんだというですね。で、天皇陛下もね、東京オリンピックね、やって大丈夫なのかと、このね、武漢肺炎の最中に、と、内意を示されているのに、それを足げにしたのが自民狭心者なんですね。自民党がこれを足げにしましてですね、いやね、東京オリンピックが桜井がね、言った通りになりまして、世紀のね、大失敗、大疑獄事件に発展しております。